ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。ここ最近アンカーの方から面白い新製品が続々と発売されていますが、今回もそのアンカーの新製品の一つ、ネブラ 4K ストリーミングドングルというものが発売されましたので、こちらご紹介したいと思います。こちらは有名な製品で言いますと Amazon の Fire TV など、そういったいわゆるセットトップボックスのカテゴリーに位置するモデルです。こういった製品は Amazon だったり Google だったり、そういった大手メーカーからしか今まではほとんど発売されませんでしたが、今回はアンカーからの発売となります。特徴としましては、この小さな方をまずテレビに接続します。実際にこちらがテレビに接続したイメージで、ケーブルを介してテレビに接続し、そうしますとテレビをネットワークに接続することができますので、接続したネットワークに接続したテレビで Netflix だったりプライムビデオ、 YouTube など動画コンテンツを見ることができます。価格につきましては8980円となっていて、割とこの種の製品の中では低価格なモデルになります。特に 4K に対応したモデルということもあり、大画面のテレビを利用して 4K のコンテンツなどを見たいという方にとってはおすすめのモデルとなります。ではまずはスペックについてご紹介した後、詳しい特徴などにつきましてもご紹介したいと思います。スペックとしましてはこちら、まず本体のサイズは 5.6×5.6×1.5cm、とてもコンパクトな製品になります。重さにつきましてはわずか 37g しかありません。電源は 5V1.5A、 対応 OS は Android TV 10.0、 これは本体に内蔵されている OS になります。 Bluetooth につきましてはバージョン 5.0 に対応、消費電力は最大 4W、ケーブルにつきましては HDMI2.1、 付属ケーブルは使用時はこの 2.1 の規格になります。あとは本体に給電するためにマイクロ USB ケーブルの接続も行うことができます。パッケージ内容につきましては本体、そして本体に加え18ヶ月の保証もついています。取扱説明書などはこちらの公式ページの方からダウンロードして確認するようになります。本体のハードウェア的な基本スペックにつきましては、RAM は 2GB、ROM は 8GB、Wi-Fi につきましては 2.4GB、5GHz、この両方に対応となります。Google アシスタント機能も使うことができるほか、Chromecast 機能もサポートしています。ベースとなっている OS は Google の OS ですので、この辺の Google系列のサービスは充実していると言います。ビデオコードは HDR10 に対応、オーディオデコードは Dolby Digital Plus、 こちらに対応となっています。動画再生のフォーマットとしましても H.265/10bit に対応となっています。この辺の細かいスペックはいろいろありますが、基本的にはそこまで難しいことを考える必要はなく、この製品をテレビに接続しますと動画コンテンツを見放題になるという製品になります。 Amazon が販売しています Fire TV でも 4K に対応したモデルというのは全てのラインナップではなく一部のモデルしかなく、こういった 4K に対応したハイスペックなセットトップボックスというと、これまであまり Amazon、Google 以外には選択肢が多くなかったんですが、このモデルなどはアンカーらしくとても低価格で、それで基本スペックはとても充実したモデルになっています。特に自宅に 4K のテレビがあるという方などは、この 4K 対応モデルというのは便利ではないかと思います。もちろん 4K には対応しておらず、自宅のテレビがフル HD という方でも問題なく使うことができますので、その点は特に気にする必要はないかと思います。具体的に対応しているサービスとしましては、一例として Netflix、プライムビデオ、YouTube、ディズニープラス、Spotify、Google Play、これらサービスに対応となっています。中でも YouTube、プライムビデオ、
Netflix、ディズニープラス、これらにつきましては下の方に専用ボタンも用意されていますので、このボタンを押すだけでその各アプリを起動することができます。ボタン関係につきましても必要なボタンはかなり豊富に揃っていて、この辺はリモコンのユーザーインターフェースとしても優れています。接続方法としましても、 Amazon の Fire TV の場合は本体に直差ししなければいけない中、この製品の場合は一度ケーブルを介して本体を接続することができますので、むしろこの方が接続しやすいという場面多いかと思います。どうしても直差ししてしまう場合、周辺のテレビの端子と干渉してしまうということもありましたので、そういったことを気にせず接続できるこちらの方式の方が使いやすいように思います。あとは本体に給電するためにマイクロ B の USB 端子も搭載となっています。規格的には音質面でドルビーデジタルプラスに対応、あとは Google アシスタントによる音声コントロールにも対応しているほか、ミラーリング対応といって、これはスマートフォンの映像をそのまま大画面に出力することのできる機能になります。いわゆる Chromecast の技術を使ったもので、何かスマホで見ているコンテンツをリビングなどに行って大画面で見るということも可能になります。リモコンにつきましても今ご紹介した通り、必要なボタンは全て搭載されており、快適に操作できるかと思います。なお本体の方につきましては、マイクロ B の USB ケーブルから給電する形になりますが、リモコンの方は単4乾電池2本で駆動します。セット内容には本体に給電するための充電器、その他リモコンに入れる乾電池、これらも付いていますので、基本的に買えばそのまま使えることになります。接続方法も簡単で、基本的にはテレビに接続し、あとは契約している動画配信サービス、そちらのアカウントを入力すればすぐに使えるという形になりますので、普段スマホなどをお使いの方にとっては特に難しいことなく、すぐにでも使うことができるものになっています。価格的にもかなり安く、それでいて 4K にも対応しているというところがありますので、この種の製品で何か Amazon や Google 以外の選択肢で他には製品なかったかということで探していた方についてはこのモデルならばちょうどいいのではないかと思います。価格につきましても手頃な価格で、ちょっと気軽に購入してみたいと思っている方にも手が出しやすいモデルかと思います。同様の製品としましては Amazon の製品もあり、そちらの方が実はセール期間中であればかなり安く購入できる場合もあります。セール期間中であれば Amazon の製品も購入に候補に入れてもいいかと思いますが、 Amazon 以外の製品も使ってみたいという方は、接続方法もこちらの方が優れているように見えますので、こちらのモデルを購入してみるというのもいいかと思います。冒頭でもご紹介した通り、ここ最近アンカーからは魅力的な製品が多数販売中です。またこれ以外にも新しい新製品などがありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。また今回ご紹介しました商品、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、購入しようと思っている方、実際に購入された方の口コミなど、その辺が気になる方、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。